やあ、探したよ。私は天賦神ノウスガリア。神は暴虐の魔王の消滅を決定した。なるほど。だがその前にお前は死ぬぞ。私の力では到底あなたにはかなわない。故に知恵比べを挑みたい。あなたの根源を奪えと命じられております。こやつらには少々毒を食らってもらった。僕はその魔法が大嫌いだぞ。我が君の命に従い、そなたらを滅ぼす。相手はおそらく2000年前の魔族だ。大丈夫、誰に鍛えられたと思ってるの。暴虐の魔王よ、君を滅ぼす秩序は新たなる神の子はこの学院にいる。もしかしてこれ関節転移じゃない？何その関節キスみたいなやつ。好きな人が死ぬかもしれないのに自分が死ぬのを怖がってどうしますか。私ね、記憶をなくしちゃったんだ。精霊王様にお願いすれば返していただけるじゃろうな。世界を盾にすれば見逃してもらえるとでも思ったか。作戦がある。どんな？私が面白いことを言う、サーシャが突っ込む。それで大爆笑。無策にも程があるわ。